クリストファー・ハンスチン・クリストフェル・ハンステインは、ノルウェーの天文学者、地球物理学者である。ノルウェーの首都オセロに生まれた。コッペンハーゲン大学で法律を学んだが、後に数学に転じた。1806年にフレデリクスボーのギムナジウムで、数学を教え、翌年知識の研究を始めた。1810年に、デンマーク王立科学アカデミーから賞を受賞し、 1814年にクリスチャニア大学の講師、1816年に天文学と応用数学の教授となった。1819年に知識に関する著書を発表し、これはドイツ語に翻訳されてアンタースシュンゲンウーバーデン、マグネタイズマスであえるでのタイトルで発表された。知識の研究のためにフィンランド、 ノルウェーの各地を調査し、1828年から1830年にかけては、ゲオルク・アドルフ・アーマニアロシア政府と協力して、西シベリアを調査した。これらの結果は、ライゼ、エリンネルンゲン・アオス・シベリエン、スーベニアズ・ディー、ウン・ボヤージ・イエヌ・シベリエやリザルトット・マグネティッシャー、ベイオバ・タンギンに発表された。シベリア探検から戻った後クリスチャニアに天文台が設けられ、 ハンステインは所長に任じられた。1939年に地磁気観測書を天文台に加えた。多くの地球科学に関する著書を執筆した。月のハンステインクレータに命名された。ありがとうございます。